はい、話題の新製品、こちら中村さん、MPK ミニプレイですね。はい、はい、で今まで、まあ、こういった MPK ミニはコントローラーとして販売されてたんですけども、はい、初めて内蔵音源が入ったということで、はい、これ単体でも動作するという、そうですね、あこれもあの電池駆動で、はいはい、単三電池が3本で動く形になってますね、うん、すごい。だどこでももうこれで内蔵スピーカーで音が出せるっていう形です。もう普通のキーボードとして、そう、打ち出しキーボードとしてパソコン出しても使えるっていうことなんですね、はい、ここにスピーカーついてますね。スピーカーまでついて、今音色は128音色ここに入ってますので、はい、まあスタンダードなピアノから、はいはいはい、であとサスティンペダルもさせるので、はいはいはい、ここでサスティンも使えます。でまあスタンダードのキーボードとしても使えますし、はい、ここに USB 端子もあるので、はい、まあ今まで通り MPK ミニのコントローラーみたいな形でコンピューターと一緒にも使えます。これはですね、はい、あのまあピッチベンドなので、あこういうやつですね、はい、そうですね、あとはまあドラムセットもありますので、はい、ここでフィンガードラム、はい、これシーケンスは、まあ、シーケンスは内蔵されてます、はい、じゃあもうこれシーケンスしたいときはちゃんとパソコンつないでってことですね。そうですね、音色としてはもうこういった、まあ、ドラムマシンからスタンダードな八百屋セットの音源も入ってまこちらのドラムセットとキーボードが個別の音色で演奏ができるっていう形ですね。であと、まあ、ここにフィルターとレゾナンスもあるので、まあ場合によってはシンセサイザーの音作りも、そうですね、できてしまう。でアルペジエーターもついてると、はい、でパラメーターがここで選べますので、はい、音色のちょっとしたこう、まあ、変更ができたりとか、あとはこのリバーブがエフェクトが調節できます、まあ、LP みたいな感じで音作りもできるってことですよね、はい、素晴らしい。シンセみたいな使い方もできるし、はい、これ一台で、そうですね、人気の理由が分かりました。ありがとうございます。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。